はい、こんばんは。山亮と申します。結構久しぶりかな。亮太山田のつまらない話ってことでね。このね、企画、なかなかね、撮る時間がなくて、もう近況報告とかもね、兼ねた感じでやろうかなと思ってね、立ち上げてはみたんですけどね、報告をしてる暇がねえということだったんですけどね。まあ、ちょっとね、語っとかないといけないなということも、いくつかね、いろいろとあったんで、まあ、先に一つ話題触れて、そっちの話をしてから、近況報告でもしようかなと思っております。どんな感じしようかなとも思ったんですけど、まあ、どうせつまらない話なんで、ぐらぐら話せばいいかということでね。まあ、速報という形にしようかなと思ったんですけど、もうちょっとね、一通り仕事終わって帰ってきて、動画編集して、で、風呂入って、で、そのタイミングで、私入れ歯なんで入れ歯をね、洗浄にかけてっていう感じでね、朝も待って4時起きれで、ね、早いんで。でね、しとったら、さすがにね、映せる状態、あんまりね、画面でね、映せられるでもないんで、まあ、なら、こっちの方にするか、まあ、ステラジにしようかなとも思ったんですけどね、捨て出しにするとね、一応ね、あれ一応フォーマット作ってね、やるよって形になってるんで、ちょっと捨て出しっていうふうにするとね、パッと上げるっていうのが難しいなと、いった難点があるんで、じゃあもうつまらない話でいいかってことでね、マイクをちょっと変えてみましたけどね、マイクを変えたというか、カメラの方に変えました。スマホのやつがね、やはりね、ちょっとね、新しいスマホがだいぶちょっと、やっぱ音の拾いがね、音質が全く悪い、ダメってわけじゃないんですけど、マイクの位置がどうも、なんかピーキンみたいで、音の拾いがね、どうしても音が全体的にちっちゃくなっちゃうんですよ。なので、もう、イコライザーとかね、いわゆる音声の、波形とかをちょっといじったりする、機能とかで使って結構目いっぱいまで上げてね、やらないとちょっと音が聞き取れないっていうレベルだったんで、ちょっとね、トーク用にの、その録音に使うにはちょっとかなり難がありだなってことで、同じ録音ソフト使ってるんですけどね、前のやつと。ちょっと、うまいこといかないなってことなんで、じゃあどうしようかなと思ったら、まあ別に、ガムや使えばね、うちなんて別に容量はいくらでもあるんで、カメラのね、容量は余計ってあるんで、これやっちゃおうかなという感じですね。でね、まあ、ね、どうして、じゃあね、そんな、急ぎであげようかなと思ったんですけど、何せね、今、あげないといけない動画が大量に溜まっておって、なんなら山田決算会、あれがね、今、3月分のやつが 放送がもう始まってるかな、これの流れる頃には。なんですけど、これがもう本当に収録がすごい長引いてまして、足掛け3日か4日やってんだよな、すでに。で、まだね、半分も来てないんだよね。とにかく徹底した検証をやってる結果、もう、すべての全動画のレビューみたいになってるんで、めちゃくちゃ長いシリーズになってしまっておるということでね、もうちょっとこれを間に差し込んでから、もう4月にまたいできちゃうんだよな。どうしようかなと思ってるんですけどね。パパッと撮ってしまおうと思っとったら、ちょっと予定がいろいろと入っちゃってね、あっちこっちちょっといろいろと、ちょっと2、3時間とかの用事がね、結構プロプロプロっと入るっていう形。まあ、半日潰れるのも2回か3回ありましたけど。っていう感じだったんで、なかなか収録とか編集が、ちょっと時間が取れないなっていう時に限ってね、ショーツ動画が始まって、なんか今1日4本投稿とかっていうわけのわからんことにまたなってきてるんで、エビデンス動画とかね、まあ、上げんでもいいだろうっていうね、感じもあるんですけどね。ショートのね、やつでちゃんとやってますよっていう証拠映像としてね、一応撮ってるのも、まあ、多分将来的にはあれは、お蔵入りのね、灰色のチャンネルの方に持ってことになると思うんですけど、
今はね、とにかくどういうようなアプローチをかけるのかって言ったら、まあ、とにかく量を当たろうってことで、動画の投稿本数2000本まではね、とにかく、ありとあらゆるね、手段で動画をアップロードしていこうかなという作戦でいこうかなと思ってますんで、2月もね、160本あげましたけど、3月も100本超えそうなのかな、今のペースだと。30、60は確定なんだもんな。で、80近く上げたから、下手すりゃ100歩いくのかっていうぐらい上げてますんで、まあ、そんな感じでね、いろいろやっていきたいなっていうところでね、まあ、結果的、ねえ、それでね、まあ、ちょっと仕事がね、落ち着いてるならね、あれなんですけど、まあ、時間はね、まあ、その残業がね、そんなにないんでね、今、そんなに、遅くなることはないんですけど、とはいえですね、朝が早すぎるのと、あと、単純に仕事自体はね、今すごい、忙しいのは忙しいんですよね。なのでね、そう、かなり疲労が溜まってまして、ちょっと、本当やらないといけないことが溜まっとるんですけど、なんて言ったらいいのかな、もう本当に、机でね、結構寝落ちしちゃってることが多くて、椅子を変えてね、前ゲーミングチェア、ね、買ったのがあったんですけど、あれだとね、座り心地がいいもんで、ちょっと、そのまま寝落ちをしちゃうことが多くて、布団までたどり着けないんで、あえてね、バータイプのね、椅子を買ったんですよね。で、まあ、ちょっとハーフスタンディングの形。本当はね、スタンディングでやった方が、仕事をはかどるんでね、仕事っていうか編集作業とかもね、はかどるんで、スタンディングでやりたいんですけど、さすがにね、朝からね、朝の5時過ぎからね、ずーっと立ちっぱなしでね、夕方の6時か7時くらいまでね、来ますからね、そうするとね、さすがにね、家帰ってからね、スタンディングはね、もう結構ね、足に来ちゃうんで、これはさすがにきついなってことで、一応ちょっと、バーにあるみたいな椅子でね。で、まあ、デスクを高めにしてあるんで、まあ、多少タッパーありますからね、私自身が。まあ、それでやってってすると、寝落ちしたらね、そのまま、バーカウンターの椅子みたいなやつで固定もしてないんで、そのままバタンと行くんで、それで寝落ちは回避できるぞっていうことで、ね、やってるんですけどね、なんかね、うまいこと寝れちゃうんでね、2回ぐらいこの椅子でも寝落ちしちゃってるんでね、あれっていう、ところはあったりしますけど、まあ今日は布団までたどり着いて、もういいやと。いいやと。編集も2本一応終わらせてあるんで、そう。何がね、あれってね、今1日4本とか上がってるんでね、一応4本動画投稿してあるのか、今日も。ですけど、これでもね、ギリギリなんですよね。まだ足りない感じがある。まあ正直、投稿としてはもっと出したい動画がいっぱいあるんで、本当はね、時間があればね、1日10本投稿とかにしちゃうってもね、あるんですけど、ちょっとね、時間がないのと、あとヤバラチャレンジとかって言ってね、やってるやつ、あれがね、なかなかね、伸び悩んでるところですけど、まあ、うちのところで今はね、これが稼ぎ頭になっとって、久しぶりのね、月2万再生、いけるかな。今、過去最高が2万9000があったっけ？なんですけど、なかなか最近2万再生超えてないですからね、ちょっと、今、ショートが好調なんで、好調といっても、まあ、ちょっと伸び悩んでますけど、ですので、それとかね、一回はちょっと2万再生乗せたいなっていうのがあるんで、ちょっと今、ショートで再生数を稼ぎに行ってますね。とはいえね、あれもまあちょっとね、いろいろと指摘が入ってるんですけどね、ヤバラチャレンジ、おにぎりチャレンジとかっていう感じで、まあいわゆるタイムアタックの形式でやってるんですけど、なんかコンセプトがちょっとわかりづらいとかね、早食いにしては早くない人を損のっていうね、結果結構出とって、まあ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 、パッと見たら多分そうなるだろうなっていうのはね、わかるんですけどね。あれ本当は、理想は、
タイムアタックっていう体で、いろんなね、テイクアウトで買ってきたものを食べて、まあ、料理紹介みたいな感じの動画にしていく。まあ、で、一応タイムアタックもやってますよ、みたいな感じでね、やってるんですけど、あれもね、まあ、苦肉の策っちゃ苦肉の策だし、まあ、もろ刃の刃といえばもろ刃の刃なんですけど、タイムアタック形式にしてあるのは、同じ策、食べ物が使えるっていうメリットがあるんで、まあ、それを見越してタイムアタックっていう形式にしてあります。っていうのもね、その普通の時間で雇ってね、まあ普通に別に毎晩ね、いろんなところに寄ってね、買ってくるって言ったら、まあ別に四日市、まあね、田舎とはいえ、人口30万超えてるね、まあそれなりの町なんで、途中で、ね、帰ってくる途中でもいろいろとテイクアウトで買えるとこもあるし、スーパーでね、いろんなお弁当とかもあるし、なんでね、それで買ってみればいいんですけど、困ったことにね、これ、日勤、朝の仕事の時は、別に大丈夫なんですよ。物理的な時間はね、ただ帰りだ、夜勤だと、夜中の3時とかなんで、ちょっとこれがね、厄介で、夜中の3時だと、皆さん多分、あんま夜中の2時3時に、コンビニなりね、スーパー、まあ、スーパー閉まってますでしょ。で、空いてる店がまあ、ほぼほぼ限られてきて、まあ、コンビニぐらいになってくるじゃないですか。最近はマックもね、ちょっとこの時間だと空いてないこともありますからね。で、なってくると、コンビニか、すき家かぐらいになってくるんですけど、で、まあ、すき家だったら多少ね、バリエーションあるといっても、まあ、とはいえもう10種類、15種類、20種類アイテムぐらいかな。大きさとか変えてたりとかっていう手があるけど、まあまあまあ、手が知れてるじゃないですか。じゃあ、コンビニのね、おにぎりとかあっちの方に手出したらいろいろあるじゃんって思うと思うんですけど、これね、2時とか3時だとね、まだ朝一の補充が来てないんですよね、大体どこも。なもんで、だいたい売れ残ってる梅か昆布のおにぎりぐらいしかないんですよ。これがね、結構ね、痛くてね、だからいろんな種類のおにぎりを見せれればいいんですけど、残念ながら、だいたいもう夜中の3時じゃ、まあ、シーチキンマヨネーズがたまにあるかなくらい。梅はだいたいいつも売れ残ってる。梅、ローソンだとおかかが残ってることもたまにあるかなってかっていう感じ。だったりするんでね。さすがにね、だからバリエーションの作りようがないですよ。特に焼きの帰りの時が。で、当初はね、別に昼休憩でどうせおにぎりかなんか食うから、それでね、一つやったら別に一日一本分はね、作れるやんと思ってたんやけど、まあ、考えてみたら夜勤だと、そもそももう暗くて取れない。ね。ですし、まあ、そもそもやっぱしね、規定のね、あれとかでね、やはりちょっと休憩中とはいえね、お仕事の合間になっちゃいますんで、だとね、ちょっとね、いろいろ不都合が、まあまあ制服を着てたりするんでね、ちょっとそのあたりの不都合があるんで、やっぱそれはちょっと難しいなということで、断念を、してですね、結果的にそうすると、昼飯でね、まあどうしてもそのあたりとか食べるってなると、夕飯かどっかでね、自炊をしてね、ちょっとね、食費もね、抑えていかないと、まあ何して高いですからね、今いろいろなものが、ってなってるんですけど、そうすると、あれ？一日一個おにぎり食やいいで撮る動画でなんとか賄えるやと思ってたのが、あれ意外と種類も限度が来ちゃって簡単に来るし、ね、普通に考えたらどこのね、おにぎり屋さんもコンビニも15アイテムくらいあって、それかける4で65はね、最低あるし、ね、まあもういろいろとあるし、新作も出るしと思ってたんですけど、もっとこんな感じで結構どうしても本業のね、都合で縛りがいろいろとあるんで、あれそうなってくると、あれおにぎりだけでやってくのきついなと、いうので、まあ、で、まあちょっとパンとかね、他のやつも手を出してっていう感じでやってますけど、まあ今後はもうちょっとタイム要素を強くする。特に夜勤明けの時ですね。夜勤帰りの時はもう何して買えるものがもう本当にもう数が知れてるんで、
ちょっと保存の効くものもしくはね、最近だからカップ麺なんかもやってますけど、ただカップ麺だと、編集にあれね、小一時間はかかるんですよ。開けるシーンとかね、そのあたりとかを公開入れて、速度とかを調整して、カット入れて、他の場面と調整してとかってやるとね、ただ飲んでやるだけのアクエリアスチャレンジだったらね、10分まで作れるんですけど、っていう、なかなかね、実際じゃあカップ麺を食べる動画とかっていうのをやったらね、ちょっと、バリエーションも増やせれるし、カップ麺やったらね、昼間のうちに買い込んどいてね、それを、小出しにすればいいやという手も使えるんですけど、なかなかね、こっちはこっちだと、そうすると今度編集がだいぶ時間がかかってしまうというジレンマに陥っててね、このあたりの調整が難しいなというところで、まぁ、ちょっと、パッと食える系のやつで、早食いチャレンジ的な要素、焼きの週にはなるべく取るようにして、日記の時にいろいろと買いに行ける時にね、買いに行って、いろんなの、ね、料理紹介に近いような形になるような感じなんで、だからなんかコンセプトかなんか行ったり来たりするような感じだと思いますけど、これはもう単純に、交代したい勤務なのでっていうところですね。うん。まあ本当は海外向けに作るんだったらタイムアタックっていうよりもそんな感じで日本のね、普通のスーパーで売ってるものっていうのを、やつをね、いろいろと出していく方のが、もしくはね、他弁とか行って帰ってね、寄って買ってきて、いろんなこんな弁当あるんですよっていうのを見せると思う。ジャパニーズ弁当って意外とそういうなりに需要があるらしいんで、それはそれで、いけるかなと思ったんですけど、いかんせん、買いに行くタイミングがあまりにもなさすぎるということでね、半分以上確実に潰れますからねっていうことでね、あとはまあちょっと生活スタイルの問題でね、じゃあ撮ってるところで撮ればいいやと思ったんですけど、考えてみたら私ってそもそも飯食う時短で、すでに飯食ってる時間の間に他の資料作成やったりとか、資料作成やったり、仕事のね、勉強事をやったりだとか、情報収集、ニュースの情報を見たりだとかっていうような感じで、単純に飯食ってボケってするっていうことがないので、結局、なんかそれを収録にね、変えてるだけになるんですけど、結局それを録すると編集するものが増えるから、編集するものができてってなって、結果本編の方の動画がね、なかなか手が回らなくなるっていうね、ちょっとね、どうしたもんかなーっていうのはね、考えてますけど、まあただね、もう、ショートも毎日投稿やるよってね、宣言しちゃってる以上ね、これはもう、1日最低2本はね、もう核ですからね。そこにね、集合で、まあ、とにかくコンテンツ数を増やしてね、そこから、どうやって伸ばしていくか、伸ばしていくかを考えるには、とにかく、やはり、データ、量が、必要になってくるんで、ただ、一動画に入ってくる動画のね、どうしても、絶対的な情報が少ないので、そうすればね、じゃあ他社の10倍作れば、売っていくっていうね、いうような形で対抗していくっていう形なんで、まあだから本当は、理想はね、本当は本業でね、これ一本でやっていくよっていうんだったら、体制とかも整えれるんだったら、1チャンネルで1日10本、アクティブ時間が1日16時間って考えて、1時間に1本だったら、毎日16本動画投稿か、とかっていうような形で、ね、いろんなジャンルのね、やつをやればいいんで、うちのところの場合は。本当はそういうような形とかにしてね、とにかく量を出します。で、お好きなものを見てくださいっていう形に、にしますよ。ただ、一番、うちのところのそういったコンセプト好きだよっていう人には、もう一日中楽しむ、もう、がっつり楽しめますよっていうような感じで、総合的なね、チャンネルを作っていきたい。だから、投稿本数をね、2万本とか3万本とかって上げていくって形に。まあ、ですから、両方で当たるというところ。それをちゃんと質も高いのを維持してやってるのはパティビさんですよ。パリーグ TV さんなんかはね、1日5本とか6本平気で投稿しますもんね。うん、で、各試合の入れる3試合やって、さらにその見せ場のシーンとかを切り抜きみたいな形で作ってっていうような形で、
本放送とは別でね、その、YouTube チャンネルで上げてってやってるんで、あそこ一番、7000本か8000本ぐらいもう動画ありますもんね。すごい、だからそういうような感じでやっていくっていうのも一つ手かなっていうところですよね。で、まあ、うちはどっちかと近いのかに、今はもう1日4本とかなってるから、っていうようなね、感じでやっていきたいよというところなんですけど、違うの。本題はね、これじゃないんだ。本題、やっと入りますわ。今何分？今、何時間喋ってんだ？ 2 時間。あ、切れた。2時間。あ、違う、20分喋ってんの。まあまあ喋ってんな。本当はこのやつってシリーズで1時間以上にするよみたいな話もしてた気がするんですけど、ちょっとね、そのあたりもね、ブレます。1時間絶対取るぞと思うと、ちょっとあまりにも時間がない。今もね、とりあえずもうあと20分ぐらいでまとめないと、私もちょっと寝ないときにいんだよな。ですんでね。まあ、そんな中でね、まあ、話題にしたい話題がね、これですよということで。まあ、リンクも貼ってあると思うし、もうタイトルにも書いてると思いますけどね。なんと、VTuber 四天王、と言われた、山田さんがね、まあ、一番多分見てる、VTuber さんだった、未来あかりちゃんが、ついに活動終了ということで、いわゆる休止ではなくてね、キズナアイちゃんみたいな休止という扱いではなく、完全にもう終了という形になるよということが、発表がありましたということで、まあ、ニュース記事貼っておきます。あとは引退記事の、URL、多分リツイートしてあるのがあるんで、拾えると思うんで、そのあたりもあったらリンクに貼っておきますけど、というニュースが来ましたよと。まあ、ついにかという感じはありましたね。まあ、一応、ファミ通さんの記事ちょっと読んでみましょうか。VTuber 四天王未来あかりが活動終了を発表。3月31日の生配信を最後に引退ということで。まあ、この放送が31日までに間に合うんだったら、ちょっとリンクもまた貼って、ね、おこうかなと思います。なんとか31日まであげたいんですけど、ちょっと時間が間に合うかな、ちょっとわからないんで、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、ちょっと無理やり多分差し込んでるかもしれませんけど、11時15分とか、11時半とかっていうね、時間に差し込んでるかもしれませんけど、この動画をね、記事読んでみましょうか。2023年3月24日、バーチャル YouTuber、VTuber、未来あかりさんが3月31日をもって活動を終了すると、自身の Twitter で発表したと。ここにもうリンク貼ってあるわ。ここからまたちょっとリンク飛ばしておきます。で、未来あかりさんは2017年10月27日にデビューした VTuber。そうなの。古い、ですよね。で、チャンネル登録者数は、2023年3月24日現在で、69.8万人。前は70万人超えてたんですけど、やはり活動がね、ちょっとだいぶもう止まってたんで、減っちゃってるんですよね。で、キズナアイさん、かぐやルナさんか。で、電脳少女シロさん、バーチャルの、バーチャルのジャロリ、キツネ娘ユー、な、な、小キツネユーチューバーでしたっけ、ユーチューバーおじさん、猫マスさんらともに、VTuber 黎明期から活動していたバーチャルユーチューバー、四天王の一人だ。そう、四天王なんですよ。この組でね、って言われてるらしいんですけど、私、最後の、私、ちゃんとね、あんま存じてないんですけどね、っていう感じですね。で、ハロー未来明けだよという挨拶がお決まり、動画では名前にふさわしい、持ち前の明るさを生かし、ゲーム実況や、歌、ダンス、企画系など様々なジャンルの動画を投稿して、視聴者に元気を与えてきたと。また、未来と未来やアクセルなど多くの、オリジナルソングを著名な音楽アーティストと共に手掛け取り、自身のライブなどでも披露してきたと。で、デビュー当時は猫宮日向や、夢見らとともに、エンタムというバーチャル YouTuber 事務所に所属していたが、2020年10月にバンダムナムコアーツのレーベル、グームスタジオに所属、合わせて、ビジュアルも一新されたということで、でしたね。そっか、もう2020年か、あれ、あったのが。そっか、そんな時期は、一新してからもコンスタントに、
動画投稿を続けてきたが、2022年11月から体調不良の関係から動画投稿は休みしていたと。で、そんな中、本日3月24日にツイッターにて VTuber の、活動引退を発表。引退の一番の理由は、運営との価値観のズレで、未来を明るくするための考え方が噛み合わなかったため、お休みしていた数ヶ月の間何度も話し合いを重ねた結果として、3月31日をもって活動に一区切りつけることになったとのことと。いうことですね。で、チャンネルは引退後も残り、これまでの活動画や配信は見れるようにするとのことです。で、活動最後の3月31日には自身の YouTube チャンネルで生配信を行い、ファンへの感謝やお別れの挨拶を本人から伝えるようだということでね。まあ言うてね、まあ未来やかちゃんね、ずっと見とったんでね、まあ最近は本当にかね、その更新がなかったんで、まあ最初の感想としては、まあ、ついに来てしまったかというところですね。その、うちは、VTuber、だから最初にちゃんと VTuber として見始めたのが、もう未来あかりちゃんでしたね。ただ、そのデビュー当初からではなくてね、うちはね、どの配信っていうのがね、ちょっとね、ピント忘れたんですけど、最初に知ったのは、2019年なんですよ。2019年シーズンだったよね。そうだ、未来あかりちゃんがスーパー GT にね、来とってね、まあ、当時結構ガツイとスーパー GT、私は見とったんで、あの頃は J スポーツも加入してましたしね、っていうような感じだったんで、がっつり見てたときに、ああ、未来あかりちゃんが、パシフィックさんのところね、と思って、ポルシェ使ってたんですよね、当時。使ってたパシフィックさんっていうところ。まあ、あそこは結構、もともと、イカ娘とか走らせとったっけ？イカ娘とかパシフィックさんのところは、ラック広角機動隊とか、広角機動隊とかもやってたよな。っていうような感じで、まあ結構いたしゃを、走らせているところでは、まあ2011シーズンとか2012シーズンぐらいにはもう走らせてたので、まあ結構、実はその、ミクさんがね、有名ですけど、ミクさん以外のところだと、実はいたしゃを走らせるのでは、まあまあ結構定評のあるところなんですよね。で、ドライバーも、横溝さんか、横溝さんとミネオさんだっけ、チーム対戦でまさに同じポルシェでね、まあ車種は違いますけど、ポルシェで、昔シリーズタイトルを取ってる、クラスタイトルね、GT300 でチャンピオンを取ったことがあるチャンピオンコンビで、パシフィックさんから参戦ってことになって、おお、横溝さんやってて、横溝さんはね、YouTube とかでも結構やっててね、実はね、今、大丈夫かな？最近その、まあ、昔は自身もフラタウト TV っていうのを作っとって、結構それずっと見てたんですよ。ニコ生でやってたんですよね。ニコ生ですごく結構活動しとって、結構面白い話も聞けるし、まあ、本人結構トークがね、しっかりとできる方なんで、レースよりトークの方がみたいなことにも言われるね、ぐらいのあれでしたけど、まあ、言うてね、チャンピオンですからね。まあ、ただ、たまにね、チャンピオンが一度に会するトークで司会をやっとると、お前、チャンピオンしか、レジェンドが並んどって、お前、チャンピオンしかおらん場に、なんでお前が出てきとるんやとかって言われてね、いえいえ、私、チャンピオン取ってるんですよ、みたいなね、ことを言ったりするっていうね、結構、そういうこともあったりする。まあ、結構そういった感じで、いじられキャラでもありーのって感じでね。まあ、ただね、結構、その、なんて言ったらいいのかな。まあ結構、運がいいのか悪いのかっていうところでね、トップチーム、結構 GT500 でもね、最初、ロリー選手と一緒にチーム組んどって、イエローハットだよね。そうだよね。3号車だよね。合ってるよな。まあ、ここら辺まで見に来てる人で、たまたま GT 詳しいよっていう人がいたら、間違ってたら訂正してほしいんですけど、2012年、じゃあもっと前、もっと前。俺が見始めたのが2009、8年とか、2007年ぐらいなんだから、ウィルコム・アルバン・ビーマー君きっかけでしたからね。で、マッチさん初優勝の時だ。コンドレーシング初優勝の時のセパンで、タイヤ無効化で優勝した時が初めて見た試合だったんだよね。ギャオでやっとってね。からの頃ね、あの時の、Z、違う、
Z、その時は Z やったやろ。で、その後 GTR に変わって、初優勝がそれイエローハットの長谷見さんのところだから3号車のはず。で、3号車でロリー選手と優勝してるんだよね。そう。で、結構、これで、で、GT500 でね、第一線でね、表舞台で行くのかなと思っとったロリー選手と行くのかなと思っとったら、あれ何だったっけ？リーマンショックがあったからだったっけ？リーマンショックの影響だったと思うんだけど、日産がチーム数を減らすってかなって、結果的にシートが減るじゃないですか。その兼ね合いで、当時エースだったボテヤマさんとかソラタイとかがね、走れるってことはないからっていうので、で、新人枠だとノーリー選手が同期だと残って、で、柳田選手と組むっていうような形になったりとかしてくるんですけど、で、いうのがあって、500のシートを失って、そこから300の方に行って、結構いろんなチームで、頑張りながら、再三でチャンピオン取って、そこからも、比較的中堅チームとか、そのあたりのところを多く、いろいろと渡ってね、やって、正直、パシフィックさんのところも、上位争いに食い込んでくるかっていうと、結構ちょっと、なかなか難しいっていうところでね、いうところのチームだったんですけどね。とはいえ、チャンピオンチームで、ね、コンビで、で、いたし走らせるんやなっていうふうになってよ、っていうのを知ってる横溝さんで、ちなみに今はね、何してるのかなと思ったら、そんな感じで結構、その頃からね、結構脇坂淳一さんとかと一緒で、トークであれでして、結構、買われてとか、あとは、土屋圭一さんとかにもね、結構そのあたりとかで、結構面白いやついいじゃんっていうのでね、ファッション誌の表紙飾ったりとかしてね、姉さんが何でやってるのって、姉さんはかっこいいんだよっていうのを見せたいっていうので、ファッション誌とかの方にもアプローチをかけて、で、自分がファッション誌の表紙を飾ることによって、このファッションの表紙飾ってるかっこいいような、かっこいい人が、レーサーなんだよって、レーサーイコール、レーサーってそんなやぼったいだけじゃなくて、そういったかっこいいから入ってもらうっても大事だから、そういったかっこいい、本当に、モータースポーツとは関係ないところにも行って、そこの読者さんが、こんなレーサーの人もいるんだって思って、レースを見に来てくれたら、新しいレーサーのね、そのお客さんが増えるからっていうのでやっとって、そのあたりとか結構土屋さんがね、すごく、いい取り組みやってて、ね、内輪だけに終わらせるんじゃなくて、新しい新規のね、お客さんを、に、いろんなきっかけからね、モータースポーツって楽しいんだよっていうのを知ってもらうきっかけを作ろうって頑張ってるっていうのが、だから YouTube チャンネルとかニコ動とかのチャンネル作るのも早かったんですよね。っていうのもあって、結構、代わり取ったりとかしてたんですけど、今どうしてんのかなと思って、GT もね、なかなか、苦労してっていうところがあって、アジアのマンデースとかあのタイとかに出てたんだったっけな、っていうところで、ね、実は英語ができるんで、結構、東南アジアとかで、ね、結構活動して、クラブマンデースとかそのあたりだと、あなたに富豪がバーっとやったりするんで、結構、お金のチャレンジャーではいいらしい、みたいな話は聞いてたんで、そっちの方で稼いでやってるのかなと思ってたらね、ちゃっかり日本の MG こと、前澤さんですね、ZOZO の。ZOZO の前澤さんの、ところで、すっかりドライバー、前澤さんのドライバーになってましたね。すっかり YouTube チャンネルのプロジェクトメンバーになって、たまにゲスト出演するっていう感じではなくて、完全に、前澤さんがもう億単位でね、あの人すごいお金持ってるんで、なんか3億のスーパーカー買ったりとか、で、その3億のスーパーカーの、インプレッションやってみるとかっていう感じで。なんやかんやすっげえ高い車に乗って、で、しかも前澤さんのチームに入って、多分、前澤さんのプロジェクトメンバーみたいな感じになってますから、そのスーパーカーシリーズの、っていう感じなんで、前澤さんのところだったら、食いっぱぐれねえだろ。
もうすでに普通の人の、普通のね、一般の人が生涯年収1億円とかね、2億円って言ったら、生涯じゃない年収がすでに1億円、2億円どころじゃね、聞かないレベルですもんね、多分前澤さんだったら。っていうところにちゃんと入っとったんで、ね、よかったーって思って、MG のスーパーカーチャンネルっていうところで結構出てやってるんでね、結構インプレッションしかとか、やっぱし、多分うまいですからね、そのあたりとか、トークもできるし、じゃあこの車の性能ってどういう差があるのか、スーパーカーだから、3億のスーパーカーと GT カーだと、コースで走るとどういう違いがあるかとかっていうのを、じゃあ実際に5000万の GT カー買ってとかって規模がすごいですけどね。で、あれでしたもんね。だから GT3 の5000万とか4000万とかする車両でね、びっくりしたのが、横溝さんが、予選だったか、違う、デイワンだ、ツーデイのレースで、2日連続で決勝やるっていうタイプのやつで、あれ、鈴鹿だったっけな。で、レースやってた時に、まあ、GT3 車両っていうのを使ってやるレースで、まあ、大体2000万から5000万くらいかな、車種にもよるんですけど、ぐらいする。GT3 っていうマシンがあって、まあこれもなかなか面白いシリーズで、GT3 っていう企画をフィアが作って、その GT3 の企画で作られた車両だったら、もう変な話、買ったその日から、もうそのトップ、準トップカテゴリークラスぐらいの、もう本当に国際レースとかでも、その GT3 クラスってなってるやつだったら、もう、その買ったらもう、まあ基本的にはもう買ったらもう出れるよっていう。だってね、まあ、2000万、3000万って言ったら、高いやないかと思うかもしれませんけど、普通にワンメイクで、ワンオフで作ってやるね、GT カーレースだと、従来だったら、多分4000万、5000万とか、GT、スーパー GT で走ってるやつでも、GT3 車両はそれぐらいなんですけど、で、マザーシャーシのやつはね、同じくらいで収まるようにって言ってやってるんですけど、そうじゃないやつだったら GT300 クラスでもオフタイムって言ってましたもんね。どっかで31号車もオフは超えるよって言ってましたもんね。っていうような感じで、すごいお金がかかるんで、まあそういう意味でいくと、簡単に3000万で買って、まあ、で、変だし、ただもうそのままレースに出れるよっていうのが一つ、すごく特徴のね、あれになっておって、ヨーロッパらしいですけどね、ポルシェみたいな、ポルシェとか、あの辺りなんかもそうですもんね。買ったら、基本的にはもう、その買った車両がね、公道走ってる車がね、サーキットに行ったらレースができるよっていう。それの、もっとちょっとレースに追求した感じの車両なんですよね。で、走っとって。で、1日目に、まあ、当てられ事故ですよね。で、スピンして、そのままマシンが大破してっていうことがあって。で、いや、もう無理じゃんと。もう次の日まで直せるわけもないし、ね、車1台しかないから、もう無理じゃんってなってたらね、あれ、そういえば、前澤さん持ってたよなってなって。で、前田さんもたまたま実はそれ、生中継で見てたらしいですよ、そのレースを。で、まあ、事故ってんじゃん、まあ、大丈夫かなと思って、心配になって、国際でもドバイかどっかにいたのかな。で、見てたら、あれ、やべえじゃんってなって、電話して大丈夫って言って、体大丈夫でしょ、車がってなって、明日に出る、まあ、出れないんで、まあ、そうすると、そのシリーズがね、シリーズはちょうど争ってたんで、あ、これもシリーズチャンピオンも、タイトルも、無理かなって話になったら、あ、じゃあ、前澤さん、日本にね、GT3 車両5000万、3000万ぐらいする、車両ですけど、あれ、俺持ってるよなってなって、じゃあ、やるって言って、やるって、じゃあ、あげるって言って、それが千葉だったかな、千葉のやつをそのまま、よし、じゃあ持ってけって言って、急遽、持ってきて、
ただ、さすがにその国際レースなんで、結構その車検とかしないといけなくて、あ、いや改造してるかもしれませんからね、あのそういう改造がないことかっていうチェックとかも急いでやって、で、本当24時間というか12時間ぐらいの話ですけど、なんと、奇跡的にもう、スポンサー用のそのあのラッピングとかそんなのも全然間に合わなかったんですけど、とりあえずそれでなんかレースはできるようになって、それで起死回生でレースに臨んで結果的にチャンピオン取ったっていうのがあって、うん、チャンピオンだったから取ったんだよね、うん、シリーズタイトルは取って、何かしらのシリーズタイトルは取って、表彰されてましたからねっていうのがあって、うん、ポンとね、あのそういう仲が、ね、縁があったとはいえね、なかなか そんな2000万、3000万するね、しかもレースに、本ちゃんのレースに使うってね、あれなんですけど、いや、だって自分の持ってる車がね、あのレース用の車両買ってね、本当のレースに使えるんだったら、自分の車が走ってるの 見えるんだったら、それはそれで楽しいじゃないっていう、すごい、心意気でね、そういうようなことがあったりとかね、したらしいですけどね。うん、で、なんで横溝さんの話してるんだっけ？違う。そう、その横溝さんが、パシフィックさんで走るってなって、ああ、未来あかりちゃんっていうのを知ったっていうところなんですよ。で、確か当時ね、これは確か未来あかりちゃんのチャンネルだったんだと思うんだけど、で、横溝さんとかをゲストに招いて、なんかちょっと、スーパー GT に絡んだ企画とか、ドライバーさんの、その自己紹介するみたいな企画とかをやってたんですよ。それで横溝さんが、絡むんや、VTuber さんってのと絡むんやってなんて、見始めたのがきっかけなんですよね。うん。そうそうそう。パシフィックさんで未来あかりちゃんはそんな感じ。だから、未来あかりちゃんの動画はちゃんと見始める前に、多分先にレースクイーンさんの方に会ってるんだよな。そう。鈴鹿サーキットに向かっていく途中でね、あ、まあ、四日市なんで、まあ、鈴鹿の近くじゃないですか。で、結構、スーパー GT だと、そんなに大規模じゃないレースの時にはそんなことないんですけど、あれだけちょっと大きい規模になると、鈴鹿周りのホテルが、他のレース場に比べるとかなりそのホテルってだいぶ、がっつりあるんですけど、鈴鹿の周りってね、他のレース場に比べるとね、ですけどね、あるんで、比較的そのあたりは国際レースとかの時でも、ホテルが取りやすいとか、立地がいいっていうので、非常に、実は、世界的に見ても非常に市街地コース以外では人気があったりするんですけど、市街地コースだったらね、もう市街地のど真ん中のところで、モンテカルロとかね、シルバーストーンは違う、逆、ヘンピオブザイヤーの、すっげえ、偏僻なところにあるし、一本道なんで大渋滞もするし、もうっていう、うん、ロンドンの人たちは、いつも、さんざん目に遭うっていうサーキットですけど、うん、大体そういう離れたところに作りますからね、市街地サーキット以外は。市街地だと、あとどこある？ああ、まあ、最近だと結構多いのか、ヤスとかもそうだし、アゼルバイジャンもそうかな、だし、シンガポールとかもそうか。とかがあったりしますけど、うん、まあ市街地だとロングビーチなんかも有名ですけどね、四日市と姉妹都市のね、そうそうそう。で、ああいったちゃんとサーキットとして独立しているところで、大体山の中とかに作るんで、どこの国でもね、あんな街中にサーキットがドーンってあるっていうのが、実はまあ、ね、日本人の感覚的に行くと、まあ言っても鈴鹿の市街地からはちょっと離れてるしなと思うかもしれませんけど、歩いて行ける距離にあんだけ商業施設があるところなんてそうそうないわけでございましてね。っていうわけで、まあ、ホテルとかも多いんだけど、まあさすがにスーパー GT ってなると、参戦するその人の数が凄まじいんで、さらにファンの人たちもね、めちゃくちゃ見るんで、F1、下手すりゃ F1 以上にホテルは取りにくいのかな。チーム数が何せ多いですからね。F1 は言うて20チームですから。まあ、とはいえ、人数が多いですけど。うん。うん。なんで、まあ、F1 も取りにくいかなっていうところなんですけど。なんで結構ね、四日市に逃げてくる人多いんですよ。
で、そういうあのお客さんだけじゃなくてね、まあ、うちらなんかはね、もう隣なんでね、別にだって、よく帰って家と取るくらいだったら家に帰ってくりゃいいでね、それはね、あの車で30分とかで行けるって人の発想なんだよね、うん、まあ、うちがね、富士とかオートポリス行けって言われたら、それはそうなりますからね、っていうところなんですけど。で、多分そのあたりで多分四日市あたりで宿取ったんでしょうね。そのパシフィックのスタッフさんが、四日市の方のコンビニを持って。でも、レースクイーンさんも実はレースクイーンさんの格好になっとってね。うん。わ、レースクイーンさんがおる。うん。まあまあ結構あることではあるんですけど、レースウィークになるとね、そんな感じで四日市でも見れたりするんですけど、その日は、サーキットにも行く日で、サーキットに向かう前に、鈴鹿の方向かう前にコンビニを、四日市のコンビニに寄ったら、レースクイーンさんがおって、ああ、レースクイーンさんがおる、あれどこかなと思ったら、パシフィックさんだと思ってね、ああ、レースクイーンさんかわいいなって、ね。まあ、たださすがにレース場じゃないんでね、さすがに声かけとかはね、さすがにしてないですけど、うん、ああ、おるなと思って。で、レース場行ったら、たまたまその、うちの、ところで撮っての、チーム、うちのチームって言ってちょっとややこしいんですけど、いわゆる関係者席みたいな感じって言ったらいいのかな、まあ、いや、パドックの方、入れるチケットで、実は入れて、で、それ用意してもらってたチームさんが、たまたまそのパシフィックさんの、まとなりの、トランスポーターだったんですけど、トランスポーターって、そうか、業界用語か、トランスポーターってのは、その、レースに必要な機材とかをわーっと、トレーラーで運ぶんですよ。そのトレーラーのことをトランスポーターって言うんですけど、もう本当にその、マシン自体も運ぶし、マシン自体も運ぶし、それにね、必要なやつ、まあ多分タイヤはタイヤメーカーさんが持ってくるかな、スーパー GT の場合は。タイヤメーカーさんが、それぞれ横浜さんとか、ミシュランさんとかがあるので、タイヤは、メーカーさんはタイヤさんだけで、トランスポーターってでっかいトレーラーをね、何台も用意して、それで持ってくるっていう形になるはずなんですけど、まあまあ、それ以外の、逆に言うとタイヤ以外の必要なものはほぼ全て、そのトレーラーに乗っけてやってくるわけですよ。で、その中には、ちょっと休憩室みたいなのもあるわけですよ。当然、3日間ぐらい、金土日とね、レースを戦うときにそこを拠点にするわけなんで、なんか、ピットとね、その裏のところとかでやって、まあ、F1 とかになってきたら、もうそこが本当に情報収集施設みたいになっとってね、本当に秘密基地みたいになってたり、さらに2階建てになっとってね、上にはもうベッドとかも置いてあってとか、なんだ、貴賓室みたいな感じの、打ち合わせ室みたいな会議室とかもあったりとかする。っていうような感じだったりするんですけど、まあそんな感じでそのやつで、で、その裏のところを通してもらって、たんですよね。そしたら隣がね、たまたまパシフィックさんで、あ、パシフィックさんだっていうことでね、まあ、うちもね、トレーラーに別にでっかく未来やかりちゃんが書いてあるわけじゃないんですけど、さすがにうちもチーム名とね、大体のドライバーさんとね、まあ、500クラスは全部と、ね、300クラスもね、主要なところで、まあ、そこは、横溝さんだったんで、それもあってね、覚えとったんで、あれ、横溝さんのところだから、あ、これは、あれよ、未来あかりちゃんのところやって、ね、思いながらね、あれ、こんなとこにあるんやって言って、あ、結構、あ、来る。で、隣だったんでね、ちょっと車も結構近くで見れたんですけど、おぉ、なるほど、がっつり、いたじゃんにしようだから、いいねと思いながらね、うん。そうそうそう。で、いうのがあったりとかしてね。で、見始めたかな。で、稽古道具とかも面白い感じで、と思って、見始めるようになって、だから2019年から見始めて。で、しばらくしたら、リニューアルがあって、ガラッとね、今のデザインになってって、っていう感じだったんですよね。っていうところなんですけど、そう、何を喋ってんだ、俺は。どうでもいいことばっか喋りすぎてるな。っていうような感じだったな、っていうところですね。まあ、いいか、くだらない話。くだらない話だったら、つまらない話だ。くだらないかつまらないかの違いはどうでもいい。っ
ていう感じでね、そこから見始めて、だから最初にちゃんと見たのも、VTuber として最初に見たのは未来あかりちゃんで、まあそこからね、オメシスとか、オメシスポコピーとかだったりとかも見るようになってたけど、きっかけは結構、未来あかりちゃんきっかけか。まあ、オメシスは東海オンエアもあったか。うん、いや、でも、未来赤いちゃんのが先かな。と、体って見始めたのが先かな、うん。っていう感じやし。っていう感じなんでね。まあ、やっぱし、キズナ愛ちゃんがの時にはそんなハマってなかったんだよな。あの頃はそんな YouTube 自体はそんなに見てなかったんだよな。まだニコ動の方がメインで見とって。うん、うちから YouTube 上げるようになったのも2019年からですもんね。うん。だからそんなに YouTube で YouTuber っていうものもそんなにまだ見てなかった。うん、どっちかというと、あの頃っていうと、だからその、ちょっと前、ちょっと YouTuber さん自体もちょっとコンプラが厳しくなってきてるみたいだね。まあ大変だね、みたいな話とかが聞こえてくるなってぐらいで。それ以前のいわゆる厳しくなる前のやつもチラッと見たんやけど、いわゆる過激系がわーっと流行っとった感じで、あんまり、こういうことをやりたくはないよねって感じだったよね、正直私は。うん、じゃあニコ動の方でやるかって感じもあったんで、2009年に始めた時にはそういう価値観でもなかった気がするけどね、単純に確か投稿できる動画の時間の兼ね合いだったと思う。YouTube が短い動画しか投稿できないのに対して、ニコ動画、容量で規模やっとって、だから変な話、画質を落とせば30分、40分の動画が、これ、出せるぞっていうのがニコ動の特徴だったんで、じゃあ、どっちかというと30分ぐらいの動画を出してえなっていうのがあって、で、企画もので1作品みたいな形で作ってきてないのとかあったんでね。っていうのがあって、うん。ニコ動で始めたって感じかな。だって2009年だったらそんな YouTuber って言葉はまだなかったっしょ。なか、俺は少なくとも知らんかったし、YouTuber って言葉は2009年やろ。2009年に活動してた YouTuber っているのかな。それはそれでちょっと企画になりそうだから、ちょっと一回調べてみようと思いますと。山田さんより先輩な YouTuber。ヒカキンさんは2007年からあかんと思ってるし、メグインさんは間違いないのか。って感じですね。瀬戸康史さんとかでも2009年ってことはないだろう、さすがに。とかね。っていう感じ。いや、あり得るか。瀬戸康史さんくらいか、逆に。あと、いそう。はじめんとか、もう2009年ってことないもんな。うん。って感じですからね、うん、っていうような感じだったんで、まあだからあのキズナ愛ちゃんとかでもそんなにハマらずって感じだったんですよね。で見始めて、まあなんやかんや結局その未来あかりちゃんが更新が止まっとったんでね、どうしたもんかなっていう感じで、まあその分ちょっと時間できるし、まあといってもまあ編集しながらね、なかなかね配信勢がね見にくいなっていうところがあったんですけど、結構切り抜きでね、見たら面白いなっていうのがあって、まあそれでスバルとか、もう入ってってですね、方言コラボあたりかな、方言コラボとかで、ああなんか、うん、あれ、ウイママのね、方言コラボかなんかあたりで、なんか方、あ、違う、コラボの方じゃないわ。なんか方言話してなんか追いかけするような動画があったような。配信あったような、それかなんかで引っかかって、方言女子ねーと思ってね、うん、聞いとったら、うん、やんなー、やんなーって、こんな感じや、こんな、まあ今ちょっと標準語よりに喋ってますけど、やんなー、まあ眠くなってきとるでな、眠くなってくると、標準語で喋れやんやん、みたいな、やんやんっていうね、うん、無理やり今入れてみたけど、眠い頭で考えて、やんやんも入れてみましたけど、できやんやんっていうね、やつとかね、あれって、あれって、ね、思っとったらね、ささってか、しあさってのね、話が出てきて、あさって、ささって、しあさってっていうね、かたくなにこの四日市市民だけですね、いなべ市民ですら使わないっていう、桑名市民ですら首をかしげると、鈴鹿市民ですら絶対使わんと言われる。
だけど四日市市民だけがかたくなに使うというあの刺さってね、あの一日違うんですよね、明日明後日しあさってってね、世の中の人たちは言うんですけど、四日市の人たちはかたくなに明日明後日刺さってしあさってって言って、しあさっては4日後、しって言っとるんやから4日後やんっていう、だから3日後は3で刺さってやろうっていう、いう、理論なんで、こっちやったらだってしあさってって言って1日多く言えるやんって。ちなみにその次はしあさっての次はどっちも一緒で、やのあさってになるらしいんですけど、あさってしあさってやのあさってっていうふうになるんですけど、やのあさってってまあまあ使うことないじゃないですか。やのあさって集合でって言ってもね、さすがにこれ通じない。まあ一応日本語としてはあるらしいですけどね、やのあさってっていう言葉が、ですけどね、まあしあさっても使う。ではそのしあさってまでで使うんだったら、ささってを入れてしあさってにしたら一日多く使えるから便利やん。なんで他の市町村の人は使わない、おかしいやんって言って、四日市市民は堅くなにささってしあさっては4日後と、言い張るというね、でも私もそのうちの一人ですけど、ですからね、不思議やなぁと思いながら、もう私も大学入ってから初めて知ったんですけどね、これが共通語じゃないっていうことね、ですけどね、その配信でウイママ見て、そっからスバルをに、ね、あの名前はさすがに知ってましたからね、ホロライブの子やなぁって言ってね、なんかそのなんて言ったらいいの、うちの中でのイメージとして、やっぱホロライブ2時3時っていうのは、大手さんだし、まあ、なんて言ったらいいの。まあ、ちょっとコンプラとかも厳しめで、まあ今ね、本当にちょっと厳しめに、な感じで対応してっていう感じがありますけど、ですから、ちょっと、あの、なんて言ったらいいの。あんまりはっちゃけたことは、個人戦みたいなはっちゃけたことはできねえんだろうなっていうね、感じのイメージでいたんですけど、あれなんかソウルの配信見てると、あんまりあれっていう当時だって、その後やってたのか、で、配信何やってるのかなっていう、ちょっと、テイルズとかやってたか、テイルズ、どんどんやったかなと思った。これ、プレステ時代のアビスやとかやってるから、って、いうのとか見てね。ガッツリうちら世代かって言われて、ちょっと、もうちょっと下の子の世代ではあるのかもしれませんけど、アビスとかだとね。まあまあゲームが好きな人だったら でやってるよねっていうところらへんですよね。まあ私も知ってます、テイルズシリーズは。テイルズシリーズはね、猪俣睦先生が書いてるのがね、いいんですよね。そう。私はね、猪俣睦先生の、風の大陸シリーズっていうね、これラノベなんですけどね、があってね。これのラノベの、その、挿絵を、やってたんですよね、猪俣睦先生。このね、絵がいいんだ。ちょっと独特のね、イラストテイストですけどね。まあ、テイルズ、なんだ、アビスは違ったっけ？テイルズ・オブ・ディスニー、とか、TOD がそうかな？あのあたりとかで、イラスト原画担当してるんで。まあ、いけ。とかやってて、このやつのやつね、君とって結構レトロゲーとかで配信やっとして、こういうところもやるんやっていうね、あって、で、いうふうになってて、で、さあどうしたもんかなって思っとったら、ういままの闇鍋配信とかがね、やってきて、これ結構最近ですけどね、闇鍋って、何やってんだか、あれっていうね、あれ貧困法制な感じじゃないのね。で、まあ、ちょっとチラチラと放送とか見とったら、まあ、で、そこから大空どうでしょうって、切り抜きのところを見て、あれがね、見やすくてね、私、水曜どうでしょう大好きじゃないですか。いろんなところで、方々で言ってると思いますけど、水曜どうでしょう大好きだね。大空どうでしょうはね、ちゃんとスプーンの面白さも出てるし、ちゃんとどうでしょうネタも絡めてあるあたりが、うまいなと思ってね。あれ好きなんですよね。果たしてその、どれくらい言うとか、その、どうでしょうネタの方を拾ってるのかわからんから、一応コメントで、ここどうでしょうネタや、みたいなのね、入れたりしてますけどね。拾ってやってますけど。
あれ面白いんだよな。で、ちょうど切り抜きで、そういう面白い切り抜き見つけたんだよ。これで取り早く大体情報わかるやつしてるね。うん。うん。あ、なるほどな、なるほどな、こういう感じな、っていうね、ところとかを。で、まあ、スバル見てたね。なんやかんや、スバル、中心に見ていくと、結構、絡みがね、いろんなところと、なんやかんやと、ワギャワギャ、やってこうなんで。まあまあでもそうか、まあホロ自体がホロの中では結構いろいろな絡み多いのは多いんだろうけど、とはいえ、まあイスバとかね、アルタレットとかね、結構独特な絡み方もしますからね、うん。まあスバルらしいっちゃらしいな、という、ところがあってしますけどね。まあ、という感じで、すっかり、なんか気がついたらすっかりスバルを見てる、日々が始まっとって、なってますけど、うん、ウイスバー見てるなぁ、気がついたらね、って感じで。まあ、なかなかリアル配信はね、時間がね、まあ、何せ、その朝の4時起きだったり、朝の4時でから朝、一番早いと朝の4時でやろ？一番早いと朝の4時でで、一番遅いと帰ってくるのが夜中の5時とかでしょ？うん。25時間を股にかけてるんでね。とてもじゃないけど、これはもう、スバルだけじゃなくて、大体どこも、配信に、のリアタイは無理。あまりにも一般的な皆さんと時間がずれちゃってるんでね。なんでね。そこはちょっと、いかんとも仕方ないところではあるし、まあ言うて、その、配信で近々撮られると、今ね、なんとか訓練してね、配信見ながら編集できる、うん、訓練はね、ちょっとしてますけどね、うん。やっぱしね、編集してるとちょっと難しい。音もね、ずっと聞いて、その編集の音聞いて、聞きながらやるんでね。ですから、今後はね、こういった感じでね、音聞いてなくたって、編集できる系の動画を編集するっていう手を作ってね、対応するかもしれませんけどね。ただね、これはね、時間かかるしな。毎日投稿するにはちょっとしんどいね。これ、週1投稿だったらくっそ楽やけど、週1投稿だったらね、動画投稿する数が一気に50本減るわけですからね。4728、あ、50本言い過ぎやった。20本近く減るのか。で、まあ、まあ、今日はね、はぁーっていうね、ところとかあったりしますからね、はぁーっていう。かじぇー、あぁー、大阪みたいな赤ちゃんはね、まあ、そうなるかなって感じはしとっただけど、まあ、ついに。来ちゃったなって感じで。まあ、これは、これはね、まあ、もちろん、かなりショックでかいですけどね。まあ、ちょっとね、予感もしてましたしね、あれですけどね。まあ、もともともう結構自称ワコン、自称ワコンって感じでやっておってって感じで。で、まあ、話に出てたのがね、その、運営さんと、まあ、要は方向性の違いっていうね、まあ、よく音楽関係とかでも多い話ですけど、っていうところでね、まあ、ちょっとそのあたりはね、直近の動画、まあ、ここちょっとここ2ヶ月ぐらい動画上がってなかったですけど、3ヶ月ぐらいか、上がってなかったですけど、そのね、直前の動画とか見てると、まあ、確かにね、ちょっとそういうところはあるのかなって感じはね。まあ、なんか、どの方向性でいくんだろうなっていうのはね、確かにね、あったところはあるんでね。まあ、どうなんだろうね。まあ、こっからは完全に予想になれるし、まあ、こんなところに話したら話になって、信憑性ももちろんこっから先は全くゼロの話ですけど。まあ、見てると、結構、やっぱ、運営さんは企画を出して、面白い企画でっていう、まあ、従来のいわゆる企画型の VTuber の、やつで、で、まあ、比較的ちょっと下ネタとまではいかなくてもね、でも、まあ、どっちかというと、例題で言うと、まあ、打ち出せないみたいなところとかを結構下げずそうにしてる感じなのかなというところで、で、どっちかというと、あかりちゃん自体は、もうちょっと昔の、
デビュー当初の感じのそのコンセプトに近い形で、を押してきたかったのかな、どうなのかなっていうところで、まあ、このあたりがちょっと難しいところですよね。まあ、まず、その、一般的にね、よく VTuber を分けるときに、まあ、個人税か、企業税かとかっていう分け方とかもね、あるし、配信税か企画税かっていう場合をね、いう分け方とかします。まあ、個人税っていうのは、いわゆる、事務所に所属してないパターンですよね。で、逆に、その企業税っていうのは、まあ、有名なのホロライブとか、ホロライブ、二次三次なんかが有名ですけど、あとは、アニマーレが最近なくなったんだよね。アニマーレが何だったっけ？七シンクになったんだっけ？全部統合して七シンクになったりとか。ここ、ここ3トップなのかな？単純にうちが見るところだと、ここが3トップなんだけど、アップデートとかもなくなっちゃいましたからね。まあ、それで、オメシスとか、いわゆる個人税代表ですよね。まあ、オメシスは元アップデートから、個人税になってて、オメシスとか、あとは、ポコピーか。ポコピーも、もう個人税の代表部代表ですよね。個人税であそこまでイベント企画とかまでやってね、やるってのはすごいなっていうところですし、ピーナッツくんはね、ポコピーのピーナッツくんは、オーバードーズで、バズりにバズって、なんか1600万再生いってますもんね。さすがにあれはちょっとバズりすぎで、ちょっとね、ムカときますけど、800万再生くらいまでは、すげえやんと、ピーナッツくんってね、すげえやん、頑張ったなと思ったけど、1000万超えたあたりで、おおってなって、1500万再生超えるってくると、ちょっと、イラッとする感が出てくるっていうね不思議なところがあったりしますけど、まあでもすごいですよね。うちもよく聞いたし、まあただ個人的にはスイちゃんのファーストテイクの方が先に1000倍これより先に1000倍いっちまったかっていうね。ゲセヌって、ゲセヌわけではないんですけど、まあ、TikTok であれだけバズりましたからね、すさまじいもんな。データ見てみたら 1.5 ビリオンとか言っとったもんな。その、トーピーオーバードーズが使われてる、動画の、総再生数みたいなのが、一応動画投稿やってるんで、そのあたりのチェックができるんですよ。試しにトーピーどうなのかなと思ったら、1.5 ビリオンってなってたんで、15億？さすがに強いよね。本当のバズりだもんね。結構歴代屈指ぐらいのあれですよね。多分可愛くてごめんとかだと、あれだと、1ビリオン10で10ビリオンぐらいは言ってるのかな。あれだと10ビリオンとか言ってるみたいですけど。まあ、凄まじいですよね。15億再生ですもんね。それとはいえ。それは大きいよね。っていうところとかがあったり、しますよね。っていうような感じでやっておって、っていうところでいくと、なんて言ったら、それぞれの良さ悪さがあるわけじゃないですか。まあ、企業税だったらね、案件とかが取りやすいだとかね。でまあ、そんな中で企業なのに、下ネタに振りすぎて案件が取りにくくなってると言われてる、某事務所さんとかもあったりしますけど、まあね、そんな、まあ、自分のところで言ってるしね、とかもあるし、で、個人で、じゃあ、ね、そのあたり、自由度がね、効くよという中で、まあ逆に言うと、じゃあ個人税で自由度も効かせながらね、まあそれこそオメシスなんかは、さらにそれで、でかい案件で、ありますもんね。大丸松坂屋に JR 東海に、Google の案件のなんか動画もありましたもんね。で、この前もなんかでかい、案件のやつあったな。どこだったっけ？結構大きい案件のやつとかで、結構ナッシュのね、CM とかバンバン、Twitter でも広告でバンバン流れてくるし、露出がすごいなっていうんでね。まあ、大手企業さんと絡んでいくっていうところで、まあまあまあ、オメスはちょっと、まあ、個人税の中でもちょっと、ちょっと頭一つ抜けて、まあ、技術力が高いとかね、歌が上手いとか、まあ、いろいろありますけど、とかっていうのがある中で、まあ、その自由度を聞かせる
ことによる、ところにヘチも効かせてね、やってっていうところで、何よりその、完全にもう企画とかも全部、だから自分たちやられてね、考えて、もう完全にハンドメイド、あそこがそこ強いのは結局その、裏方さんがそんなにいねえよってところとかで、ほぼほぼ二人で編集、動画編集から企画から全部、ね、回して、まあたまになんか、共通の友達の人がね、手伝いに来たりとかっていうのがあるぐらいみたいですからね。うん。っていうのは強いですね。結局、そのあたりとかで、人件費って結構大きくて、まあね、よく、YouTuber さんだと相馬さんのところとかがね、その、再生数の割にそのスタッフ数が多いから、なかなか大変だっていう話とかね、いうのがあったりしますけど。まあ逆にね、もう再生数ももうバッカンバッカン取れるのに合わせて、スタッフ数をバンバンつける、まあいわゆるトップ YouTuber っていうね、感じのところもあったり、する中で、確かにね、その、未来あかりちゃんのところを、こう、フォーカスして見てみると、スタッフさんの数が異様に多かったんですよね。裏方さんが4、5人はいたんだよなっていうところでやっておってっていうところで、結構その、だから企画とかも、どっちかというと、運営者主体で、その、裏方さんが、だから昔のテレビ局に近いような作り方に近い感じで、めちゃくちゃ多くて、で、もう、あかりちゃんは演者さんに徹してくださいねっていう感じの傾向が強かったんですよね。多分そのあたりが結構、ちょっと、あれかな、うまくいかなかったところになってなかったのかなっていうのが、あるのかなってところですね。まあ結局、その VTuber っていうのが出てきたときに、まあこれ結構引退してく VTuber さんを見てると、まあその未来あかりちゃんに限らず、結構共通してあるのが結局キャラクター設定と、その、素の、まあ、中の人っていう言い方は良くないのかもしれないのかもしれないけど、の、いわゆる、素性的なところっていうので、そこのところをどう、その、合わせ込むかとか、落とし込むかとか、逆にどっちになりきるかっていうところとかがあったりするわけなんです。キャラになりきるのかっていうところで、比較的初期ってキャラになりきる系が、多かったと思うんですよ。いわゆるアニメの世界からキャラクターが飛び出してきたよっていう、その、当てでこうするじゃないですけど、だからいわゆる元声優さんの人がやったりするとかっていうのが多かったっていうのは、そういうのはあると思うんですけど、うん。ただ、多分この方式っていうのが、まず配信勢だと、もうこれ絶対ほぼ続かないんですよ。何人かいたんっぽい感じはするんですけど、引退したっていうのを聞いた人でね、ちょっと見てみたら、結構、その設定に合わせてやってるのかな、結構、まあ、いわゆる憑依させるってよく、声優業界とかでは言ったりしますけど、そのキャラクターを憑依させるというような感じでね、やったりとかって、まあ、お芝居とかやる人でもありますよね、そういうの。キャラクターをもう完全に憑依させてやってしまう。だから、役が抜けなくなってしまう、うん、とかって言ってね、うん、あったりするらしいんですけど、比較的そういった感じの傾向のところでやってる人で、配信勢だと多分すぐに崩れちゃうんですよ。配信勢でこれはもう、まず、まあ、無理ですね。うん。だから、配信勢って見てると、完全に自分、その中の人が、出てくる感じ、がある。うん。でないと、多分ね、配信2時間、3時間も、キャラを作って演じ続けるって、これ、プロでも大変なんですよ。声優、プロの声優さんが声を当てるだけでも大変なんですけど、これを、しかも間のカットとかもなしでね、延々と演じすぎる。それを毎日投稿して配信してって言って365日続けるっていうのは、そこがあると、絶
対ちょっとどっかで無理ってなっちゃうところがあってあるんだと思う。ですから、だからスバルとかも見始めたときに、あ、こういう設定なんか、で、いうので見とって、まあまあまあ、何回か見ていくうちに、まあ2回目か3回目ぐらいでね、確信しましたね。ああ、なるほど。この子はなるほど。陽キャキャラじゃなくて、陽キャだなというのはね、確実にね、なるほど。もう圧倒的陽キャだなというのはね、分かってきたりして。だから結構、あ、ホロライブってキャラクター設定とかをガチガチに固めて やってるんだろうなと思って、どうやってやってるかなと思ったんですけど、いざ見てみたら、あ、いや、ラミーちゃんとかも最初の方しか見てなかったんで、ごめんなさい、ごめんね。ラミーちゃん、エシさんね、ママ、お母さんがね、エシさんが、リンユ先生だよね。うん。だもんで、ピクシップとか結構、フォローして、進化情報とか結構、データとか、新作情報とか、チェックしてる、先生が、新しく6期生の子をやりのイラスト担当しますっていうふうに見て、このライブで、の子を描くんだって言ってね、出世したなぁなんて思いながらね、ラミーちゃんって言うんだって言って、チラッとさ、初期の頃にチラッとだけ見たんだね。チラッと見たら、かわいいなぁって。うん。いう感じだったんですけどね。改めて見てみたらね、完膚なき主語になってましたもんね。うん。さすがだなぁと思って、完全に、なんか、パッと見の感じ以上に、完全、コーナー、もう、素の陽キャがね、出てきてるっていうか、陽キャというよりは、のんべかんだね。でも、飲む酒がね、分かってる、一番うまいチューハイがね、レモン堂の塩の 7%、7% の塩レモンなんで、わかるって、あれが一番うまい。レモン堂、酒好きだと、難しい。ストゼロ派は、ね、ストゼロ派であるし、まあ、ストゼロ嫌いじゃないんですけど、やっぱね、美味しく飲みたいなっていう時はレモン堂なんですよ。うん、ちょっとご褒美的な感覚ありますけど、うちの中ではね。で、鬼レモンだと、だったらもうストゼロでいいやってなっちゃうんですよ。鬼レモンだったら正直もうだったらストゼロでいいやってなるし、5% だとちょっと弱いんですよね。だから単体で何もなしでそれだけ飲むぞっていうんだったら 5% も全然ありだし、まあ 5% もうまいんですけど、何かをちょっと食べながら飲むよっていう時に最高に合うのは俺も 7% の塩レモンだと思ってるんで、そこでね、あ、さすがだ。酒の趣味合うなっていうね、ところがあって言ったんですけど。あと、ね、そのあたりとかはあったりしますけど、だからそういう素がね、出せる感じが、あ、こう素でやってんだなっていうのがね、あ、そうだから続くんだろうなっていうのがね、見えてきましたよね。だから多分、プロモーションしてやろうっていうコントロールは思ったりしてない。二次三次もやってないね。年齢設定とかそういうのがね、わーっと設定があるから、結構設定ガチガチやってんだろうなと思ってたらね、あー、向かいそうでもないんだなっていうところですね。まあ、で、数出すのでね、うまいことやってるところって、まあ、青桐は、まあ、もう言っちゃったよ。どっかで、うまいこと隠そうって言ってたのに、まあ、青桐なんかも本当に数出してくるところだし、まあ、だから、それが、配信制だったら絶対無理だよねっていうのは分かってくるんだけど、企画制だとできそうな感じがするんですよね。編集もできるし、要は何時間もそのキャラを演じ続けるっていう形ではないんで。だから、演じる系でやろうと思ったら、ほんと役者さん、トップの役者さんとかでないと無理じゃねえ。でもきついと思うよ、それを毎日はね。だから、そういう意味でいくと、まあ初期からやってたっていうのもあると思うんですけど、比較的キャラクター設定に、を、やってくださいね感が結構大きかったのかすなって思ってて、大体やっぱそれが日常活動的にやるっていうコンセプトに VTuber がどんどんなってったんで、
アニメから飛び出してきたっていう感じから、日常の延長線上でバーチャルに入ってってるよっていう感じのメタバースの、方の、アプローチになってるんで、まあ、こっちの方のが、まあ、うちも正直多分合うところだし、まあ、うちもね、結構いろいろとオタク論議とかするときに言ってるんですけど、二次元から、画面から女の子が飛び出してくる世界はダメだと。うん、俺たちが画面の向こう側に行ける世界を作ろうっていうようなコンセプトを、まあ、2009年ぐらいからね、ずっと言ってますけど、まあ、一つメタバース VR のね、そういった VR チャットとか、あの辺りとかっていうのは、どっちかというと、その飛び込んでこうよっていう方のコンセプトなんで、実は、コンセプトすごく好きなんですけどね。うん、で、行くと、やっぱ今、VTuber の流れとしてはそういう風になってるし、その方のが結局日常との共感性を生むんで、うん。結局その、ファンをつけるときに何が必要なのかって、共感と共感って言うんですけど、だから、その共感性を持たせるっていう風になったときには、その日常性を出すっていう、素地のある、そっちの方のが絶対的に強いんですよね。いわゆる戦略性のところでも勝ってるんで。うん、だから企画でそのキャラクターセットとかガチガチってつけるっていう形が、そもそもそのもう基盤の時点でね、うん、どっちかというと、うん、コンセプトがちょっと、違ってきてるんで、うん、まあそのあたりが分かってない時代でしたし、どっちかというとまだアニメの世界から飛び出してきたよって感じの VTuber 業界がそういうような見方だったところがありますからね。うん、まあだからいち早く素を出してた人が、うん、キャラクター設定うんぬんよりも素を出してた、もしくはキャラクター設定と素がもうバッチリ合ったタイプの、うん、ところとかがやっぱしうまいこと言ってるし、だから意外とホロがそこら辺は、うん、うまいことやってんだなーっていうのはね、うん、改めてだからその切り抜きとかで見てると、全然あれなんだ、そんなあたりとか、うん、うん、だから なんて言ったらいいの、まるまる星から来た迷い子の妖精ちゃんですみたいな、誰かいたっけ、誰だよ、どっかの星から飛んできた、迷い子の妖精って どっかにいたんだよな、誰かの、基本設定がそんな設定だった気がするんだけどな、うん、っていう設定だったら、もうそういう設定で押し通さないといけないの、配信中もね、うん、かなと思ったら、時々その意見がポロッと完全 に人間の意見が出て、まあ悪魔だからあれだけどみたいなところとかね、まあ、悪魔って言ってるのデビトムって言ってるけど、うん、デビトムとかね、そんな感じとかね、あったりしますし、うん、都合よく使うっていうのはね、だからそこら辺は都合よく使うタイプの人だと、頭の回転が早い人だったら配信とかでもねやれるし、別に、うん、そこがねコンセプトと違うね、キャラクターの世界観の違うことを言ってるじゃないかみたいなことではそんなに、うん、叩く文化もないんだなっていうところとかで、ね、じゃあより やっていけるのかなって感じがあるかなって感じがしますよね。うん、っていうのとかがね見えてくると、ああなるほど、まあそういう感じ、やっぱし VTuber 業界自体がそういう、まあ変な話、最初わからなかったので、そういうコンセプトやってたところから、モディファイして、こういった方針できるって言って、多分、戦略性固めてやったから、多分、ホロライブ2次3次とか強いんだろうなっていう、見方かな、うん。で、個人勢はそのあたり、最初は設定とかがあっても、まあ、やりにくいやって言ったら、うん、もうやってけないやって言って、やめていく人も多いし、逆に、うん、コンセプトね、ガラッと変えてね、うん、オメシスって変えてたっけ、初期はなんかちょっと猫かぶったような感じもあったらしいけど、私がもう、見た時には完全なオメシスでしたからね、完全に、いや、完全にっていうとあまりにも進化 しまくったから、 VTuber としてもあれですけど、うん、っていうところとかがあったりしますよね、っていうところなんで、まあ、そのあたりとかが、まあ、やっぱ初期からやってたところがどうしてもその、伸び悩むというのには一つやっぱそこもあるのかなってところですね。あとはまあやっぱ未来あかりちゃんとか、まあ、キズアイちゃんとかも そうだったんですけど、フルトラッキング系の
VTuber さん大変だなーっていうところですね。企画系の人たちは基本このフルトラッキングを使ってやってるんですけど、うん。フルトラッキングじゃないのは何って言うと、配信で、顔がこう、始まるって感じで、言える感じのやつじゃないですか。ああいう感じの、2D トラッキングと、フルトラッキングっていうのがあるんですよ。いや、完全に、体が動く。一般的な人がパッと思い浮かべる VTuber っていうのは、こういう風に動いて、バーチャルの世界でやってるよねって感じ。あれがフルトラッキングなんですけど、フルトラッキングってすっやるのも全部センサー、体全部にね、センサーつけて、わーっと動いて、それを全部収集できるパソコンで、もうそれなりのスペックのやつが一定とかっていうので大変なんですけど、配信でやってるね、2D トラッキングモードだったらね、今やスマホでもね、レベルのやつだったら、アプリで簡単にできちゃえるっていうような感じにまで来てるらしいですからね。うちも、サイエン君、キャラクターを使ってね、やろうかなって考えた時期もあるんですけどね、今更作るのもいいですね、ということでね、これはこっちでやってますけどね、うん。っていう感じかな、サイですからね、まあ、そのあたりとかがやっぱ、難しかったのかな、っていう感じはね、あるんで。まあ、で、さらにそのスタッフ数が5人、6人とかいましたもんね、まあ、やはり、そうなってくると、やっぱスタッフ主導感が強くなってくるんで、っていうところはあったのかなっていうところですね。やっぱその、いうところが、まあ、どうしようもないですもんね、こればっかしは。これが2021年とかね、2020年、2021年から始めてる人だったらね、ほら、傾向をつかんどけよって、傾向こっちなんだから、それはそっちの方でやっちゃダメだろうって言えるんですけど、2017年の中じゃ分からないですか。それはもうしゃあない。っていうところでね、まあ、うまいことね、そこから、持っていけるかなとも思ったんですけど、ちょっと、まあ、難しかったってことかなっていうところですよね。まあ、31日。まあ、うちもね、多分見れるかな。ちょっと、予定が半々、多分見れると思うんでね、私も見に行くと思いますけど、予定入りそうなの一つ蹴ったんで、まあ、プライベート、完全なプライベートの用事だったんでね、それは蹴って開けてあるんで、まあ、よっぽど休養が入らなければ大丈夫だと思うんで、金曜日の夜ですもんね、大丈夫だと思います。でね、最後、まあ、ね、見送るじゃないですけどね、まあ、っていうところですね。まあ、まずちょっと、未来あかりちゃんはね、まだ音楽のね、やつとか全部残るんで、おすすめのね、曲とかいろいろとあるんで、そのあたりとかの話もちょっとしようかなと思ってたけど、さすがにね、時間がね、話しすぎてるんでね、はい、さすがに、これぐらいでね、締めて、まあ、未来やかりちゃんはね、まあ、とりあえず、6年 ?7 年 ?7 年目だったのか、6年か。それぐらいですもんね、まあ、お疲れ様でした、というところですね。まあ、YouTuber としてはね、YouTube ではね、もう完全に先輩ですけど、動画投稿してる身としてはね、やはり、後から出てきた人たちが出てきて、輝いては散っていくね。まあ、言うて、2009年からやってますからね。なんか、不思議な気分ですけどね。うちなんて絶対、早々に潰れるだろうと思ってたね。ところがね、こんな感じで、なんやかんやと動画投稿してますからね。まあ、誰も見てないですし、誰がここまで聞いてんだって話なんですけどね。そう、こういうのをね、またね、編集でね、見やすくしてくれる、切り抜きチャンネルとかもね、そんな話はその話でまたしたいんでね。これはね、ちゃんとね、資料でまとめてやりたいんだけど、まあ、あまりにもちょっと、他の動画で、8時間とか9時間とか平気で収録やっちゃってるんで、ちょいとね、それをさらに、40本ぐらいの動画でとりあえず出してとかっていうね、なんか、わけのわからないことになってますんでね、さらに、別で、旅系の動画のね、ストックはもう、100本超え分ぐらいあるんで、あちゃー、
どうやって回すのかな、4つ目とかもね、どうやって回すのかなとかありますけど、まあ、いかんせん、ちょっともうさすがにちょっといい時間になってきたんで、今回はこれぐらいにしてね、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。まあ、話したいことは、一旦話したいことの一部を話したから、まあ、こんな感じで、まあ、パッとね、思いついたの、撮るのはね、楽なんでね、こんなのも入れながらね、まあ、ちょっと農家トークペース行こうかと、まあ、とりあえず4月ね、毎日投稿のそれ1日2本のわーって言いましたけど、ちょっとね、ショーツの方をね、かなりちょっと、簡単に作れる体制、もうちょっと簡単に作れる体制をね、作らないといけないなってなるので、ちょっとその辺りとかも考えながらやっていきたいなと思います。ということで、まあ、とりあえず、何やと思われ、未来あかりちゃん、お疲れ様でしたと、いうところですね。まあ、それはね、まあ、直接ね、また、ライブ放送で、ね、最後のライブ放送もね、見届けていきたいなというところでございますね。まあ正直それで、まあ結構やっぱ、言うてやっぱし、最良し、間違いなく最良し、一番見てきた VTuber の子であるし、ね、が、終了っていうのはね、まあちょっと悲しいところがあるけど、まあそのあたりとかね、まあ、ちょっと今後にね、その VTuber 業界で全体で活かすっていうところに行くと、やっぱし、キャラクター設定ガッチガチのやつをトップタウンでやるというよりは、その演者さんね、が持ってる、素のところとかをね、うまいこと使ってやっていく、日常に寄り添っていく感じでないと続かないねっていうところだね。やっぱ、これは YouTuber 全体に言えることかなと思いますしね。うん、やっぱ過激で、わーってやってた人たちをバーンと抱えて、パッと、すぐ散っていくって感じでね。まあそのあたり、ちょっと地味なことやってるね。うちなんかもう地味なことばっかりやってますけど。まあ結局、うん。50、60まで続けるってなったら、想定したらね、まあ、うん。ね、10年前にやってたことを、今やれないかって言ったら、まあまあまあ、そんなにやれんことはやってないって感じですからね。うん。うん、いや、炎上したのがあるから、あれだけど。炎上して削除してる動画があるから、あれだけど。10年以上前にね、あったからあれだけど。まあ、そんなのとかね。それを改めて今やってみるっていうのもありだけどな。うん。まあ、そんな感じでございますね。まあ、今日はのところはこれくらいで締めさせていただいて。まあ、また、ちょっと時間ができた時とか、ちょっと寝れねえなって時に、また、ふわっと回すかもしれませんので、これが、普通は11時に入ると思うけど、これはもう、この、あかりちゃんの動画31日の配信までに、すでに1日4本投稿が全時間帯で確定してるんで、どこかで5本目の動画として差し込んで、頑張って差し込みます。そんなところですね。では、今日はね、これぐらいで締めさせていただいて、また何か思いついたときに、多分次はちゃんと11時に入れれるような感じに作ってあると思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれくらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。絶対誰もここまで聞いてね。